こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。潜在意識の中の潜在意識は6歳以下の過去の自分です。ですから、それをイナーチャイルドと言い、癒したり、褒めたり、叱ったりするのでしたね。今日は、このイナーチャイルドについて深く説明しましょう。ということで、今日のテーマは、潜在意識の本当の姿とは、です。第30回の動画でも、イナーチャイルドの本質は暴君である、という話をしましたね。でも、なかなか信じられない人もいるかもしれません。潜在意識にアクセスする方法として、可愛い6歳の自分をイメージするので、それに慣れてしまうと、こんな子を叱ったりするのはかわいそう、と思うかもしれません。そして、優しい言い方をしているかもしれません。それで直せる人はいいのですが、直せない人たちもいます。直せない人たちは、実はとても凶暴なインナーチャイルドを持っているのです。こういう人たちの特徴は、潜在意識を直そうとか、叱ろうとすると、小さな怪我をしたり、良くないことが起きたりすることがあります。もちろん、すでに、人間関係で困っていたり、病気だったりするかもしれません。この人たちのインナーチャイルドは、一体どんなインナーチャイルドなのでしょうか。そもそも、眠っている時の潜在意識の中では、子供の姿をしていません。どんな姿だと思いますか？誘導瞑想というものをすると、潜在意識の別の姿を自分で見ることができます。時には、それは恐ろしい顔の海賊のような男の姿だったり、恐竜だったり、ボロボロの死者のようだったりするのです。びっくりですよね。また、昔の恨みが強い状態だと、魔女などの前世のような古いイメージになります。これらは、別に本当にそんな姿なのではなくて、潜在意識が、潜在意識の深い感情の状態を感じて、きっとこんな姿なんでしょう。と翻訳したものなのです。そんな怖い姿で登場したら、潜在意識のあなたは怯えてしまい、インナーチャイルドを治すことなどできませんね。ですから、可愛い6歳の子供の姿にしているのです。そして、大きさも大切です。子供の姿だと必ずあなたよりも小さくイメージしますが、恐竜だとあなたよりも大きいでしょう。すると、あなたは逆に相手に負けると感じて、ご機嫌を取ってしまうかもしれません。夢の中ではこのようなことが実際に行われているので、普通は潜在意識を直せないのです。このような凶暴な潜在意識は、あなたの人生で敵を作りますし、病気や怪我もしやすくなります。恨みの強い潜在意識は、あなたからエネルギーを奪い、暗い性格になります。ですから、これらはできるだけ量を減らした方がいいのです。そのためには、扱いやすい姿にして、できるだけ修正しましょう。子供の姿をしていると、あなたは自分がこの子を導くことができると感じるし、自分の一部だから、しっかり面倒を見ようと思いますよね。そして、一緒に同じ方向を向いて歩こうと思います。ですから、インナーチャイルドを甘やかさず、実はすごいパワーを持っている自分なのだと理解して、しっかりコントロールしてくださいね。